にちは。この岸田内閣の暴挙にみんなで抗議をしようではありませんか。汚染水の海洋放出なんてありえないです。どうだ、まず 3.11 東電福島原発事故で残念ながら大量の放射性物質が放出をされました。今回またでも今度は故意にですよ。前回は過失あるいは重過失による放射能の放出です。でも今回は政治が故意に意識的に流すわけです。こんなの絶対やめるべきではないでしょうか。でデブリの冷却ですから、これもうでもデブリをいつ取り出せるか分かりません。不可能かもしれません。はじめ88ヶ月と言っていたのが30年になりましたけれど、もしかしたらこれ50年100年になるかもしれません。つまりかなり未来永劫てか、かなり長期間汚染水の海洋放出することになるじゃないですか。もうこれ以上海を汚すなって一旦海に流した放射性廃棄物をもう取り戻すことは永久にできません。地上で管理すること真面目に議論してないじゃないですか。初めに放射性海洋放出ありきで突っ走っておかしいですよ。ロンドン条約は放射性物質の海洋投棄を禁止しています。船の上から構築物からで、政府はこれ管でやっているので構築物から船の上からの投棄ではないと言います。冗談ではありません。ロンドン条約の締約国で議論もあったじゃないですか。まだ結論は出ていないと聞きますが、なんでロンドン条約がこのようなことを決めたのか。それは放射性物質をみんなのものである海に流してはいけないということなのではないでしょうか。ロンドン条約に違反する可能性がある、そんなことを踏み込むなと思います。そして岸田首相は政府東電が2015年関係者の理解なくしていかなる処分も行わないといった文書を守ってないじゃないですか。契約、明確な契約違反です。岸田首相は福島に行き、そして東電幹部と話をしながら福島県漁連の人と話をしてないじゃないですか。アメリカでいい22日にそこで閣僚会議で決定し2日後に放出ですよ。関係者の理解なくしていかなる処分も行わないことに明確に反しています。約束守らない政府を私たちは信用できないじゃないですか。約束守れ、約束踏みにじるな、そう言いたいと思います。福島県下で7割の自治体が反対と言っています。宮城県議会は前回一致で反対の意見書を出しています。たくさんのたくさんの人たちが反対している。なぜやるんですか。海に流せばわからない、そんなことないですよ。トリチウムだけではなくてたくさんの各種があるじゃないですか。サンプルしかまだ言えない、総量でどれだけの放射性物質が外に出るか言えないじゃないですか。計画も言えないじゃないですか。本当に放射性物質を海に流すな、これ以上みんなのものである海を流して生態系破壊し、環境破壊し、漁業者の生活基盤を破壊し、私たちの食生活を本当に脅かす、こんな海洋放出に断固反対です。一緒に声を上げてとにかく止めていきましょう。日曜日にはいわきで大きな集会があります。そして9月8日には裁判が提訴される予定です。9月8日福島地方裁判所に差し止めの裁判が起きる予定です。みんなは怒ってる、みんなは納得していない、とことん頑張ってこれ止めていきましょう。社民党、参議院議員福島みずほです。みんなの力で止めていきましょう。そのことを本当に官邸前で本当に叫んで国会の中でもさらに頑張ります。閉会中にやるのおかしいですよ。閉会中に勝手に決めるな、勝手にやるなと言いたい。これは予算委員会の閉会中審査をやるべきだと社民党言っていますが、国会でのとことんの議論を実現できるよう頑張っていきます。一緒に力を合わせていきましょう。ありがとうございます。頑張ろう。皆さん本当にお暑い中
この官邸前講堂にお集まりいただいて皆さん本当にご苦労様です。昨日も海洋放出が行われ、多分昨日も皆さんこうやって、街頭に立ち反対の声を上げていらっしゃったことと思います。ご紹介をいただきました、社民党の参議院議員大椿優子と申します。昨日私は九州を2泊3日でいろいろ回っておりましたので、東京での行動等には参加できませんでした。私の地元は大阪なんですけれども、大阪でも梅田、そして茨城市、高槻市、各地で、皆さんが街頭に立って緊急行動を行っておりました。全国各地で全国各地で、この海洋放出、この蛮行を許すなという思いで立ち上がった方々がいらっしゃると思います。社民党はこの間一貫して、この福島第一原発から出る汚染水アルプス処理をしたと言っても、やはり、これは流すべきではないという立場を明確に訴えてきました。私もネットで、SNS などを使って、この海洋放出には反対だということを言うと、本当に山ほどの、批判そして誹謗中傷を受けてまいりましたけれども、改めてはっきり言いたいんです。やはりこの海洋放出は認めてはいけない、やってはいけない、どんなこれほどの蛮行があるだろうか、そういうふうに私も思っているんです。中国化、輸入を全面的に禁止するということを発表しました。それに対して、野党の中にも、そして野党を名乗りながら第二自民党だと言っている政党も中国を批判するような発言をしていますけど、それ間違ってませんか。中国はこうなる前から海洋放出はやめてくれと、他に方法があるだろう、それを考えようということを言ってきたわけです。それを応じず、対話もすることもなく昨日海洋放出をしました。地元の福島の人たちの声も聞かずに、この海洋放出約束も守らないまま海洋放出をしました。当然ながら各国から批判の声が上がるのは当然です。アメリカの方だけ向いて、アメリカの了解取ったらあとは OK、 それでいいんですか。周りのとりわけ日本から近い韓国や中国、そしてフィリピンからのもう反対の声が上がっています。そういう諸外国ときちんと話をする、このことなしに強行して批判を受けるのは当然だというふうに思っています。これからどのような被害が出るか分かりません。私たちは今後もですね、この海洋放出は間違いである、私たちこの政府は、岸田さんはね、責任を取ると言いますけれども、この国が本当にかつてのさまざまな過ちに対し事実を認め、そして謝罪をし賠償をしてきたことがあるでしょうか。今回のことも何か被害が発生しても私は責任を取るとは思えないんです。だからこそ大きな被害が出る前にこれを止めさせなければいけない、こんなことはやってはいけないんだという声をこれからも皆さんと共に上げていきたいと思っています。諦めずに頑張りましょう。社民党ははっきりと海洋放出には反対、このことを言い続け皆さんと連帯してまいります。今日はこうやってアピールをさせていただき、機会をいただきありがとうございます。大椿優子でした。ありがとうございます。